はい、こんばんは、うさです。ドラゴンクエストビルダーズ2、今夜も始めていきます。こちら、赤の開拓地の方で、ピラミッド作成の方を行っておりますね。はい、設計図の2まで行きました。今やっている最中になります。では、ここから始めたいと思います。あ、おっちゃん。はい。ハマは素晴らしい、かっこいい個室とかわいい個室をそれぞれ作ってくれたのですね。おかげさまで、ピラミッドの中が寂しくなくなりました。この調子で内装を作ってくださいね。それにしても、島の仲間であるモンゾーラの皆さんはなんとも気持ちのいい方々ですね。ああ、いつか皆さんに、私のバーでルビーラを振る舞って差し上げたい。ウサさん、今はピラミッド作りで忙しいですが、落ち着いたら私の町にも、私たちの町にも作ってくださいね。はい、達成。ということで、お部屋2つ作ったところで、ん？うさ、なんだか妙な気配がするぜ。シドウくんがなんか言いたそう。うん、言いたそう。うさ、どうやら魔物の気配みたいだ。島に住んでる魔物とは違うみたいだな。よくわかるね。本当なの、シドウちゃん。オンバー。オンバー。あ、俺が様子を見てくる。準備ができたらお前たちも来い。ミミズンが変なとこから飛び出してるな。あれ、壊れてない。でもどうしてかしら、今までは島に住んでる魔物しか出てこなかったのに。まさかひょっとして、てん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 。思うところがあるようです。うさ、みんな、指導を一人にしておけないわ。一緒に行くわよ。なんか、すごいね、ブロック持って。とっても頼もしいルル様。っていうか、嵐なんだけど、嫌な感じなんだけど、そして荒くれの走り方。あれ、どう考えてもあれだよね。運動できない人の走り方だよね。私もよく言われるんだけど。うん。私も走るの苦手。うわ、雷だよ。嫌な感じだ。どうした？オンバーがなんか知らないけど。もうオンバー来てる。早い、オンバー。おさ、ルル、あちら見てみろよ。ん？あれは船。なんて大きさなの？どうやらハーゴン教団の船みたいだな。奴らこの島に上陸してくる気だぜ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。もしかしてこれ、戦闘始まっちゃうタイプだよね。もうみんな来たし。あ、みんな来ちゃった。やばーい。ちょっと待って。私、さっき、ツイッターで、フロアさんに言われて気づいたんですけど、私、すごい、しょっぽい武器しか持ってなかったんですよ。石の剣です。なんで？私、鉄の剣作ったはずなのになんで？なんで、いきなり、あ、そうだ、これ、あれがないのか。火事のやつ、火事作るやつが。しょうがない。あーん、邪魔。しょうがない。火事のあれは作れるのかな？はーい、作れなさそうだな。まだここだと。作れないのかな？作れなさそうだから、ちょっともう一回向こうの方飛んで、向こうで作ってこようか。緑の開拓地にあったっけ？緑の開拓地にもあったっけ？はい、なかった。はい、なかった。鉄の剣どうしたっけな？私の鉄の剣、誰か返して。誰だかわかんないけど、返して。うん、ないみたい。しょうがない。鉄の剣で頑張るか、私。あ、いや、あったあった。金床。金床作れる。やった。作らせてください、金床を。そして、私に鉄の剣を攻めて装備させてください。まず話はそこからだ。何このすっごい初期の動きは。なんだかちょっと切なくなってきたんだけど。はい。これでようやく作れる。鉄の剣。私の鉄の剣。うわー、リンコがいっぱいいるよ。はい。鉄の剣。やった。
これで勝ったも同然だろう。あ、いや、勝てない。ちょっと待って。許してください。サソリには勝てない気がする。とりあえず石の剣多分、私間違えて誰かと交換しちゃったんですね。はい、よかった。これから決戦だっていうのに。危うく、すごいしょっぽいので、いや、なんか、サソリついてくる、お前はついてくるなぁ。やめて、やめて。やめて、こんなのついてったら絶対まずいよね。腹立つけど、やっつけとくか。はい、一応やっつけときました。あー、危なかった。変なの連れてくとこだった。お連れしてしまうところでした。そして、これを多分、やったら、またバトル、モードに入るんだと思います。思います。あとは戦ってくれるの誰だろうな。おっちゃん。あれ？おっちゃんのこれ、石の剣だった。はい、みんなも持ってるのでも強いのだと思うから。じゃあこれでいこう。行ったってください。しかし、ハーゴグ教団の奴らがどうして今頃俺たちの島に。決まってるじゃない。あのうさんくさい宣教師が呼んだんだわ。とにかく倒しすぎてなさそうだ。いつものように戦える奴には強い武具を装備させておけ。住人名簿で人を呼べば、モンゾーラのみんなも来てくれるわよ。どうするかウサに任せるわ。確か戦える人はもういなかったはず。どうだ、ウサ、戦いの準備はいいか。行ったれ。負けないだろ。よし、指導帝国を壊させるわけにはいかない。魔物どもをぶっ倒そうぜ。やったらいい。ルル、お前は隠れてろ。教団の連中は俺たちで片付ける。うん、お願い、ウサ指導。みんなの島を守って。あ、みんなの島になってる。ルル王国じゃなくなってる。なんかいい子だ。ん？あ、やっぱり、ハーゴンさん、ドドリアさんな人ですね。うふふふふ、お察しの通り、私です、ウサさん。ものづくりの邪魔はしない。建物を破壊しない。教団の考えを押し付けない。すべて嘘です。我々がものづくりなどという呪わしい行為を見過ごすとお思いですか？こんなおぞましい島を放っておくとでも。さあ、指揮ビルダーども粛清を受けなさい。始まっちゃったん、やっぱり。どこから出てくんだろう。あー、はい、そこですね。ミミズが潜ってった。かわいい。かわいいとか言ってる場合じゃない。私はこの辺だったら片付けられる気がする。あ、そしてやっぱり戦ってしまう私がいます。魔法使い系を私は倒そう。あ、追っかけてきた。私追われてる、追われてる。あ、倒された。意外と早い。あー、肉の塊きた。痛い。あー、ポージング決めた。こいつポージングやるとちょっと強くなるんだよね。痛いよ。モグラコさんは必ず出てくるな。あとこの骨がね、結構厄介よね。あ、必殺技出るけど一発目で食らわそう。えい。あ、話すつもりじゃない。ピッ、いったれー、ドーン、ドーン。あ、すっごい強っ。わ、やったん。え、でもまだ出る。何セット出るんだ、これ。すべて壊す。当たってない気がするよ。私の攻撃。痛い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 。でもなんか向こうの攻撃は当たるよ。ずるいよ、高偵察使って攻撃してくるのはなしだよ。さあ、終わったけど、いや、まだ出てくんの？これ何セット出てくるんだろう。壊し尽くしてくれる。難しいこと言うね、骸骨のくせに。危ない。みんなも回避してるね。AI の行動って結構すごいね、これ。回転切りはとりあえずみんな避けるからね。あ、危ない危ない。なんか魔法使ってるやついる。ふふふ、死ぬがいい。ふふふ、死ぬがいい。
テレポートした。めんどくさー。いった。誰？今私、ついたの。あ、お前か。なんか夢中になってたら後ろからどつかれました。こいつは私が片付ける。もぐもぐ。すごいな、ペロさん。バニー装備で戦ってる。燃えますね、結構。網タイツとか破けちゃうよ。あ、なんだこれ。人手とか、人手とかなんか見とれてたら、なんか骨にやられちゃった。負けない。わ、すっご。何この墓今。あ、え、まだ出てくる。すごい。え、何ターンあるのこれ。すっごい。なんかしまっちゃった。いいや。違う。私がやりたいことはそんなことじゃない。こう、ドーン。もうダメです。誰？もうダメって言ったの。拾ってあげたい気持ち山々なんだけど。はい、ポージング。バッチリ決まった。ちょっと待って。なんか、お亡くなりになってんだけど、でもこの人たち、あれだよね。連れてってあげられないよね、今。多分。もうちょっとなんだけど。あ、すごい深追いしてる。あ、すごい、獅子類類。どうしよう。危な、直線切りだ。でももう少し赤くなってるから。うん、痛い。ペロさんがやばい。え、ちょっと待って、本当にこれどんだけこれちょっと、担ぐ。助けたい。助けたいけど、ちょっと待ってね。ちょっとここに置いとかさしてね。ごめんね。今片付けるから。どりゃー、かっこいい、シドさん。あ、痛い。やめて。痛いのや。いや、危なー。ペロさんがまた。やばいことになっている。なんか強いし、おしまいだとか言ってる。おしまいじゃない。まだ大丈夫。諦めんな。死ぬがいい。ちょっと痛い。私死ぬかもしれぬ。本当に死ぬかもしれぬ。回復できるのなんかあったっけ？なんかあったよね。ちょっと待って。逃げるしかないやん。逃げよう。少し回復するまで逃げよう。なんか、シンディナンゴダメでしょ？小麦ダメでしょ？この辺とかどうよ？あ、治んないね、やっぱりね。さあ、どうしようかな。途方に暮れていったりするんだけど、あ、これ少し回復する。あ、ちょっと回復した。人手とかいらない。よいしょ。あ、なんか来てる。ちょっとやめて。なんか、今の私は、壊れ物のように、腫れ物のように扱ってほしいと思う次第です。指導さんはどこに行ってしまったんだろう。終わりである。みんな終わりである。やばい。ちょっとやばい。やばいね。あ、でも私が今緑色に戻った。もう少しでいける。こにゃー。なんか誰かが戦ってるよ。ペロさんだ。ペロさん復活してる。あ、ようやく終わった。あ、長かった。よし、なんとか敵をぶっ倒せたな。お前たち大丈夫か？大丈夫じゃなかった。やばい。ピンチ、戻りたい。うふふふふ、まだです。まだまだですよ。教団の圧倒的力の前にひれ伏しなさい。え、まだいるの？やるの？やめて。おっと、そうだ。いくらだ、子供を相手にしても仕方ありませんね。ん？ん？ん？いや、すごい。ぬぼー、あいつらは。強いのいっぱいまた来た。さあ、魔物の皆さん、ビルダーのウサを狙うのです。この島の中心であるウサを殺しなさい。え、あたし？うっそーん。
ぬおー、ダメだぞ。そんなことさせないぞ。ウサは おいらたちが守るぞ。ウサ、ここは俺たちに任せて、おめえは逃げるんだ。え、やめて、そんなフラグ立てないで。シド、ウサと一緒に逃げて、船で他の島に逃げるの。え、ルルさん。何、しかし、いいからグズグズしないで、ウサを守れるのはシドだけよ。なんて、熱い友情。胸熱なんだけど。わかった。お前たち、あとは任せたぞ。え、シド行っちゃうの？行くぞ、ウサ。船着き場に向かうんだ。うっそーん。ペロさん、ウサ、シドと一緒に行くのよ。ちょっと待って。大変になったことになったな。冗談め。ウサさん、船長のところに行って、別の島に逃げるんです。みんな、そういうの？ちょっと待って。ちょっと、どうすんの？オンバーは？このままじゃ、ウサちゃんが危険だわ。シドちゃん頼んだわよ。行けと、みんな行けと。どうしよう。船着き場、これで飛べるかな？飛んじゃおう。あ、飛べた。ごめんみんな。ごめんみんな。ちょっと待って。ぐはは、逃がさないで。こんなとこにも嫌がるぞ。ぶっ倒して逃げるんだ。ちょっと待って、これぶっ倒すの二人だけで、しかもなんか色違いおるよ。すごいピンチじゃないこれ。どうしましょう。逃げるしか、私にはもう逃げるしか。もうヒットポイントが黄色になっているので、やばい。シドウさん助けてください。私もう逃げるしか今脳がない。回復してくんなかった。察してくんなかった。せめて私はこう引っ掛けて、分断させてて、みんなでまとめてこないようにするのが精一杯です。あ、なんかちょっとみんな引っ掛かってる。やった。やったではない。なんか掘ってきてるぞ。あれ、ちょっとどう見ても。やばい、あの破壊力。あれで切られたら、ウサ死んじゃう。ウサピンチ。なんかそこ、超崩れてんだけど、岩が。あ、ひっくる。やばいよ。出川町に言うなら、やばいよ。ちょっとこれ、どうすんの？助けてください、シドウさん。シドウさん、えい、あ、違う。これでどこまで行くか。少し減った。今のうち、これで削れ。シドウさん、削ってください。お願いします。あ、赤になった。どうだ。ブルブル、ガクブル。あ、やめて。これ来る。あー、なんかバリア張るんだ、あの敵。めんどくさいね。シドウさん、大丈夫かな。あ、シドウさん、すごい、やった。魔物の群れを倒した。やった。さすがシドウさん。私逃げ回ってただけなんですけど、どうにか片付いたな。ウサ、シドウ、白爺が来た。お主たちは一度この島から離れるのじゃ。あいつらの狙いはビルダーであるウサじゃ。ウサがおる限り攻めてこよう。ビルダーがおらぬとあらば、あやつらも手を引くはずじゃ。クソ、あいつらだけで本当に大丈夫か。教団のことは私に任せておき、シドウはウサを守ってやるのじゃ。わかった、ルルやあいつらのこと頼んだぜ。うむ、では船着き場の船長と話すがよい。船に乗ってどこかの島に逃れるのじゃ。これどこに行ったらいいんだろう。よし、行くぞウサ。とはいえどこに行けばいいんだろう。ひえ、大変なことになったでやすね。どこでもお連れするやつです。ひょっとしたら各島に残った仲間たちが助けてくれるかもしれませんよ。さあさあ急ぐでやす。地図からお好きな場所を選ぶでやすよ。強そうな人がいたのってオカムルかな。さっき確か見たとき、モンゾーラにはもうあんまり戦える人いなかったから、オカムル行こう。よし、オカムルに連れて行ってください。それじゃあすぐに船を出すでやす。急いで乗ってくれでやす。嵐の中だけど行くのね。怖いけど、こんな船だと。嵐の中でも出るのね。さあ、船が出ました。オッカムルへ。あわよくば、
ゴルドンが助けてくれるんじゃないかと、甘い夢を見ながら、ただいま、パムロに戻っております。モンゾーラにはもうほとんど戦える人いなかったと思うので。まだ、アラクレの方が、わー。おい、どうしたんだ？なんだ今の揺れは。申し訳ありません。岩が何かにぶつかったようでやす。何分この視界の悪さでやすから。お、霧が晴れてきたぜ。どこついちゃうの？うひゃー。まさか船にしようとしてしまったでやすか。しかもこれはハーフ部分の船。え？貴様らは人間、我らが船に何ということを。人間の勝手な船の利用は、ハーゴン教団によって禁じられている。貴様ら死ぬわけで、知らぬわけではあるまいな。ん？貴様のその、無駄に、なニコニコ顔、横にいる奴の無駄に好戦的な雰囲気。さては貴様だな、ウゾーン様がおっしゃっていたビルダーというのは、こっこっこ、逃亡者自ら、追っ手の元にやってくるとは、さあこれでもう逃げられん。ひえついてないぜ。仕方ない、こいつら全員ぶっ倒すぞ。指導さんやる気だ。これはどうしたものかなぁ。あ、回復してはいるけど、回復してはいるけど、あーいやーいやーどう見ても強そう。こいつら絶対強い。飛んでる系って。いや、大丈夫だった。いけた。痛い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 。なんか色違いだと思ったら、逃げ場などない。魔物の群れを倒した。あ、3匹だけだったんだ。魔物の船とか言うからもう山ほど出てくんのかと思った。どうしようとかも。やったな。さ、この奴ら、今の俺たちの敵じゃない。いや、そうでもなかった。一匹。こう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 。あ、出てきた。まさか。もう申し訳ありません。足としたことが。ほうほう、愚かな人間め。自分たちしか見ていないからこうなるのだ。ああ。死んやめやがって。おっと動くな。そのまま武器を捨てて言うことを聞け。逆らえばこいつの命はない。うさどうする？無視して敵をぶっ倒すか。無視できねえ、これ。ヤスがやられちゃう。あ、ありがとうございます。このご恩は一生忘れにいりやす。仕方がない。魔物どもの言うことを聞くしかなさそうだな。こっこっこ。いい心がけだな。さあ、お前たちビルダーはどもを牢に連れて行くんだ。こっこっこ。さあ、装備をよこせ。持っているものはすべて没収だ。そんな、ここ、物作りなど、いまいましい。このハンマーも没収だ。ハンマーまで。こっこっこ。そうだ、ビルダーを喜ぶがいい。貴様らの行き先が決まったぞ。せっかく白地の奴が逃がしてくれたってのに、こんなことになるなんてな。すすいやせん、足が土地を踏んじまって。ほんまそうやけど、まあ、しょうがない嵐の中だもんな。うん、どうしたうさ、何か言いたげだな。あ、すっぽんぽん？うん、どうして自分だけ、服を取り上げられているのかだと。すっぽん。お前、この状況で気にすることはそこかよ。女の子ですもの。あ、あっしらこれからどこに連れて行かれるでやすか。そんなこと俺にだってわからないが。目の前の骨がとっても嫌な感じ。まあなんとかなるだろう。誰であろう。俺がついているんだしな。だが今は何、どうしようもなさそうだ。ひとまず眠っておくか。余裕ですね。っていうか私ほんとすっぽんぽん。ひどい。ひどすぎる。あんまりです。うささん、足としたことがとんだへんましちまって、あ、ルルさんや皆さんにも合わせる顔がしないでやす。これから何があるかわからない。お前はそのベッドで眠っておけよ。ルルたちのことは心配するな。白地のやつやペロたちがきっと何とかしてくれてるさ。そうかな。じゃあ寝よう。寝るしかなさそうだから。その後、船は三日三晩、波に揺られ続けた。マジか。船酔いするよ。そして四日目の夜、教団の船はとある島に行き着いた。ウサと指導は厳しく身体検査を受け、このぐらい監獄に入れられた。マジか。ていうか、トイレ、お風呂、どうなってんだろう。起きろ、囚人ども。朝の天候の時間だ。マジか。囚人、あ、服はとりあえずなんか着せてもらえた。やった。ちょっと紳士なも、魔物もいたんですね、きっと。あ、開いたよ。あ、開いたよ、とか言って。あー、ハーゴン教団だ。うわ、いっぱいいる。ん？
君たち死んでいいかい？かわいそうに。貴様、黙れ。許しを願うとき、願うときと、慈悲をもらうとき以外勝手に口を開くな。もらえるんだ。すぐに牢を出て広場に向かうんだ。遅れたら懲罰工房に畳に着込む。結構人がいっぱいいる。わあ、なんか、すごく嫌な感じで。おいおいおいさ、何なんだよ、ここは。囚人ってのは何のことだ。それに、船長の奴はどこに行った？しんぎりー。貴様ら何を無駄話している。すぐに朝の天候に向かい。貴様らの名前は、今日から6207番と6208番だ。元の名前は、今すぐ忘れろ。さあ、6207番、6208番。朝の天候に向かうんだ。すごい忘れそう。4桁とか嫌。私、数字、3桁までにしてほしい。ち、何なんだよ、全く。とりあえず、他の奴らが一体の方向に向かってみるか。行っていいのかな？行っていいのかな？違うとこ行きたい気持ちで。叩き壊したいものがいっぱい。こっち行っちゃダメ？あ、行けないね。あ、行けるよ。行けるよ。ペチャペチャ。ピタパチャパ。でも何も持ってないからダメなのかな？壊せないしな。おい、6207番。ここから先は立ち入り禁止だ。ほう。そうか。暗いね。どこまで行ったのかな？どっち行ったのかわかんないや。わかんないついでに、いろいろ回ってみる。あ、なに？こっちなんか行けそうだよ。道に迷っちゃったー。あ、なんかいるよ。見つかった。おい、6207番。これ先は手裏剣した。あー、骨がいっぱいいるところはダメなんですね。チェ、とりあえず行きますか。向こうにカーソルが出てた。迷っちゃったーってできないのね。どこ、ここ、ここ。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 骨だらけ。おい、貴様、無駄にうろうろしてるんじゃない。はい、させーん。ここ？ピッピッ。遅いぞ、6208番。次に遅れたら、懲罰棒送りだ。覚えておけ。どっちが08だかわかんないけど。これで3号棒の囚人は揃った。腐り切った自分の心を破壊すべく、今日も更生に励むのだ。どういう？更生だと一体どういうことだ ?6208番、許しを願うときと、慈悲をもらうとき以外、勝手に口を開くな。いいから教えろよ、ここはどこなんだ、俺たちは一体。さあ、6207番、6208番、早く、今日の更生に向かえ。逆らえば命はない。クソ、とりあえず他の囚人たちが行った方向に向かっておくか。しょうがない。行くですね。なんかびっくりマークが出てる。話しちゃっていいのかな。おい、貴様、無駄にうろうろしてるんじゃない。いや、無駄じゃないんですけど。先に行かれちゃったんですよ。変な真似をしようとするなよ。しっかり見張っているからな。骨のくせに。で、ちょいちょい。マギールちゃんみたいな人がいる。マギールちゃんより角生やした人だ。遅いぞ、6207番、6208番。調べはついている。貴様はウィルダーだな。あ、私07の方ですね。はい。よろしい。では貴様には、この畑で物を作らせてやろう。どういうことだ？貴様らハーゴン教団じゃないのか。ここで何をさせてやがる？囚人っていうのはなんでだ？黙れ、6208番。貴様ら囚人が口を切りにも、あ、もういいや、以下逆。さあ、07番。キャベツの種を16個畑に植えるのだ。作業を終えたら報告しろ。なんかキャベツの種もらっちゃったよ。なんかこう、壊せないとか言って言ってる。はーい。さあ、適当。適当。キャベツの種。植えちゃってるよ。植えちゃってるよ。いいのかね。ものづくり、ものづくり。
ここの畑をみんなでずっと耕し続けて、やっと健康な土になったんだ。ただ、積み藁を畑の真ん中に置くようにって言われたんだけど、どういうことなのかな？ということは、ここになんかあるね。ペンチ、ペンチ、ペシペシ。ペシペシペシ。はい。畑仕事を終えたか？どうだ？物作りは素晴らしいか？もっともっと物を作りたいか？貴様、教団のやつだろ。どうして貴様らが物を作らせる？そもそもここはどこなんだ？ドーン。は？貴様、舐めるなよ。次に口を開いたら懲罰棒送りだ。達成しちゃった。なんだろう。クックック。では貴様には物作りの続きをしてもらおう。倉庫にいる7、8、4番がキャベツの種を持っている。16個受け取って畑に植えろ。倉庫はここから東だ。作業が終わったら再度報告するように。さあ仕事にかかれ。一体これは何をしているのかよくわからない。非常にわからない。はい。おい、貴様どこへ行く？ん、貴様新入りか。確か名前は6207番だったな。はい。よろしい、貴様。一生6207番だ。元の名前は二度と使うことはない。キャベツの種を取りに来たんだから、そこの倉庫にいる784番から受け取るんだ。はーい。ということで、なんか、延々、キャベツの種をここで植えられそうな運命になっている私です。では、ここで、はい、なんか、どっかで見たような占いババみたいなのがここにおりますが、占いババに話しかける前に、はい、今回はこの辺で終了させていただきます。延々キャベツの種を植えそうな気がしてきました。どうなってしまうんでしょう。はい、次回はまた期待していただけたら、またぜひ見ていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。おやすみなさい。またねー。